Come on, wrestling party. さあ、先発は、さあ、テント張りそう、そしてクリュー、クリューはもう一人ですよね。さあ、さあ、始まりました、本日のセミファイナル。まあ、普通に考えたら、大腸テントは有利ですよね。もう、完全有利ですよね。やっぱり、2人いるので、ちょっと、片方は手負いですし、もう片方はちょっと、大丈夫ですかね。大丈夫です。彼を信じましょう。さあ、おっと、軽快なステップ、おっと、おっと、これは猪木あり、猪木ありですか。あーっと、予想外に出ます、あーっと、あーっと、つま先にかかとをし、さあ、これは、おっと、さあ、やはり、テントの映像の鍛え上げられた肉体でもね、つま先が誰しも弱いですからね。おっと、今度は、さあ、お前が来いと。早速使われましたけども、あとこれはいきなりマフラーホールドですから、さあ、そしてクリューがさあグラウンドで、さあ、お疲れ様の中さん、さあ、マンチ型ブームの体勢で、これはぐるっとロープブレイク、危なかったですね。おっと、もうタッチ、さあ、手追いのケアに、あ、ちょっと今、ケアに眠ってませんでした。居眠りしてましたよね。さあ、Tシャツを脱いだ。あ、明らかに疲れてますね。さあ、昨日の疲れが溜まっています。さあ、今回ようやく試合が始まったのではありましたね。デモンストレーションが終わって、さあ、今度はレスリングの展開。さあ、テイクバックからグラウンド、ダブルの体勢からおっとバックを取るが、しかしうまい。さあ、クォーターメルソンで、さあ、肩、首を決めていく。クリューを下から返す。さあ、おっと十字ですね。おおお、ケアが上になったら、ここは上がります。クリューさん、こういうのがグラウンドのテクニックは結構やっぱなんか上手なイメージが。いや、上手かったですね、今ね。さあ、体格差を感じさせないこのクリューのちゃんと、試合カードから拳を合わせていきます。さあ、そして今度はテオプスの体勢。おっと、今度ケアが、おっと手首を手首を固めていくが、ちょっとクリューの腕を、あー、これを返せない。うまいですね。おっと、おっと寝かせてしまえば体格差は関係ないと。ケアさんもありますね。そうですね。さあ、重たい一発、しかし今日はですね、マラさんいないんです、すみません。さあ、おっと、引きずっていって自分コーナーへ。さあ、いつものコンビネーション、ちょっと下がってる。さあ、早くやった。おっと、さあ、出ました、いつもから出ましたよ。さあ、さあ、いった。おっと、さあ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 、あと、さあ、2対1なんですけども、さあ、あと、おっと、ああ、なんで呼ぶの、ごめんなさい、バッグリーガー。
ますからね。さあ、もっと遅いよ。遅いと。早く来いよ。早く来いよ。お前決めてこいよ。お前が決めてこいよ。おお。なんか急になんか増額。そうですね。急ですね。めちゃくちゃ急ですね。さっきはなかったんで。なかったんでしょうか。お前か。見せ場作ってやるよか。お、見せ場作ってやるよと。お前か。はい。やってくれよ。おーあったちょ、来い来い来いあれ早いあーあったあったやろうわーこの辺のパワーはさすがそうですねおいよく見たらもうデザインパーで辛いですよねいやー痩せないですよねさあボディブローお前、その体は認めちゃったよ
すごい。おい。おおかしいでしょ。お前ちゃんと持って言ったろ。いやいや。遅いからこっちが逃げちゃったんだ。しかもお前最後叩きつけたろ。確かに叩きつけましたね。そうなんていうか普通は。目が合ってんの来たんだ。びっくりしちゃったんですよ。目が合った。これじゃ大京テント守れないよ。そもそもさ、大京テントって名前おかしいじゃん。俺が先輩、お前が後輩、なんでテント大京で出んだよ。あなた、今言うんですか。今言うんですか。大京だって大京が格好みたいな。テント張るぞ格好なんかがテント大京です、まあ、ハンセン、ブロディもブロディ、ハンセンだったりハンセン、ブロディだったりするっていう格の違いを。俺外国人だからだよ。あ、外国人だから純烈が大事なんだよ。純烈、あー純烈か。今日からじゃあテント隊長ってことでいいんですよね。わかった。はい、はい、じゃあテント隊長でお願いしますと。なんだこの感じ。おーっと、これはおーっと頭を下高いに持ってたこれは、これは大丈夫ですかね。さあカバーですか。あ、試合権は、試合権は、あ、そういうことなんですね。あ、そうなんですね。あーっと、おーっと、あ、無理やりキャッチしよう。ちょっとこれ心配ですね。あ、でも本当になんかおじさん同士の喧嘩みたいな話しますね。もさあ、いけいけいけ。さあ、そしてこれもケアがですね、試合を決めに行こうとしています。さあ、そしてクリームを引き起こした。スタート、スタート。うわぁ、ぬるっと、ぬるっと、ぬるっと蹴った。よし、フィッシュ、ジャックパー。ジャックパー、いや、あなた今試合じゃないですよ。さあ、ペット大将のペットハリソンさんが、あぁ、もう一発は一発だわ。一発は一発、あぁ、サビの呼び戻されて
込みましたけども、これ鶴見ホームランはってのはどういうものだったんですか。いやちょっと分かんないものですけどもまた喧嘩しちゃうんですかね、この2人は。後で反省になってきましたね。いやー